こんばんは。音が聞こえぬときだ。音が寝ておりません。いや、そんな関係ないの。だから、これゲインマックスにして。うん。本当だ。なんだ。ちょっと待ってください。ちょっと頑張れ。なんだろう。写真を撮っておく。大丈夫だっけ。ダブリューってのダブリューちょっとダブリューって書入ってるかな。入ってる。入りました、入りました。入ってるかな。入ってる、入ってる。よかった、よかった。聞こえたって言われてます。いやいや、ありがとうございます、ということでですね、ちょっと遅れて始まってますけども、今日も OBS ライブ始めたいと思います。あの、見えてるかな、あのフレッシュ TV の方も見れてるかな。大丈夫かな。あの今ね、いろんな音声トラブルとかいろんなことが起こっていてドキドキなんですけど、もう始めちゃおっかな。始めよっかな。ということで今日も、最後まで頑張ってやっていきますんで、よろしくお願いしたいと思います。あ、後ろがなんかチラリチラリとしてますね。ということで、まず最初にですね、スタジオに来てくださっている素晴らしいゲストから紹介していきたいと思いますよ。今日来てくださっているゲストは伊藤佳奈花さんです。こんばんは。あー、来た。すごい。こんばんは、どうも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 、よろしくお願いします。来ちゃいました。いや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 、もうこれはすごいですよ。今日はあの伊藤佳奈子さんが OBS ライブにねやってきてるということで、いや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 、もうこれすごいですよ。ということでですね、いらっしゃいませって言われてますけども、はい、今日のですね、簡単な番組内容を紹介していきたいと思いますね。配信してないんじゃないですか。フレッシュの方ね、さっき動いてたんで大丈夫だと思うんですけど、フレッシュトラブリュー、トラブリュー見れてる人いるかな。それ最、うん、あ、大丈夫、来てるんだけど、うん、なんかね、そこの調子が悪いんだよね。音が回ってる。音が回ってる、そんなおかしな音になってるのかな。見えてます、見えてますということらしいんです、ね、大丈夫です、大丈夫です、はい、ということでですね、今日は、ね、伊藤さんとともにいろいろな番組レギュラーコーナーあり、はい、そして今日だけの特集記事ありということでね、いろいろやっていきますので、これを見てくださっている方、どしどしこちらにコメントとかね、お便りをお寄せいただきたいなと思っております。さあ、ということで今日のゲストの伊藤佳奈子さん、こちらのプロフィール、わ、すごい、わ、すごい、お、調整が難しい。おお、不思議な絵になっている、はい、はい、ということで、もうね、数々の PC ゲームやアニメ主題歌などね、歌っている、うん、もうそうですね、超有名な方に今日は来ていただいてますからね、うん、これ皆さんもう、うん、16年目になりましたね。16年目、はい、あのニトロプラスの帰国外というゲームの歌で、はい、もうそんなにデビューから、はい、去年15周年のお祭りをねやりましたもんですから、ああ、15周年、はい、節目を迎えたばかりということで、そうなんだ。いや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 、ということでね、なんか今テロップ間違ってたらしい、すいません、あの違うテロップ出てますけど、伊藤佳奈子さんですからね。何が出ちゃったんだ。はい、ということでですね、あのこれね、初登場かと思いきや、うん、実はずいぶん前に OBS で取材に行かせていただいたことがあって、伊藤さんのところに、なんとそれが2004年のことでですね、わー、もうそれからだいぶ時が流れて、すげー昔ですね。すげーですね、それすごいんですよ、でもね、あのその時に比べてもうぐんぐんと今もう有名な、もう手の届かないアイドルになってしまった。いや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 、でもね、なんかこうその頃から途切れなく、ええ、途切れることなくこうね、歌ってって誘われ続けてきたなって、ね、ずっとそれだけ活動を続けてるっていうのも素晴らしい、リバーブがかかってます。あ、リバーブついてた。リバーブいらなかったね。豪華になっちゃった。
ちょっと豪華な音、もう大丈夫だと思います。はい、ということでですね、早速今日は、はい、最初に特集ビデオを見てもらおうと思うんですけども、ここで見てもらうビデオはですね、毎年6月にアメリカで開催されている E3 というですね、家庭用ゲーム機の、まあ、ショーが、最新ゲームが揃う見本市が、もう世界最大と言ってもいいぐらいの、ね、大きなイベントがあるんですけども、それをこの番組では、ね、毎年毎年取材をしているんで、今年もその模様をですね、皆さんにお伝えできるかなと思いますので、はいはい、まずはそのビデオの方を、ね、見てもらおうと思います。ということでね、伊藤さんにも一緒に9を振ってもらおうと思いますから、せーの9でいきたいと思いますよ。それじゃあ行きたいと思います。もういきなりの振りですいませんね。それじゃあビデオいきますよ、せーの9。はい、皆さんこんにちは。僕は今日はですね、今年もやってきましたロサンゼルスコンベンションセンターで開催されている、ね、家庭用ゲーム機の祭典と言われている E3 の会場に今いますよ。今年もですね、非常に新しいソフト、そしていろいろな、ね、メーカー出展してますんで、早速中でどんなもの出てるのか行ってみたいと思いますよ。はい、僕こちらウエストホール入りました。入ってね、すぐのところ結構ね異変があってですね、こちらね、ガンホーが来てるんですよね。ガンホーが新しく、忍者らって読むのかな、なんか結構新しいスイッチ用のゲーム出してるんですよね。これかなりちょっと目新しい感じです。で、ね、左側見ると、いつも通りですね、マーベラスエンターテインメントがちゃんとね、日本のソフトドーンと出してます。フェイトのゲームであるとか、あと戦乱神楽とか、日本らしいゲームをね、いっぱい出してるんで、こちらもね、注目だと思いますよ。それじゃあね、奥の方どんどん進んでいきたいと思います。いやー、ここね、もう一番この会場の中でね、人がいっぱいいると言っても過言ではないぐらいのね、非常に熱いところですね。右側がゲームスポットで、こっちはフォーカスっていうちょっと目新しいところですね。この辺りもね、結構すごいです。で、この奥右側にあるのが任天堂ですね。もう今回 E32018 の中でも最も人がいっぱいいて入りづらいんじゃないかと言われているこの任天堂ブース、中ではですね、やっぱ新作のソフトたくさんあって、特にスマッシュブラザーズ、今回アルティメイトっていう、もうまさに究極のスマッシュブラザーズ、スーパースマッシュブラザーズが出ててですね、こちらを遊ぶためにもうものすごい人たちが列をなして、チケットをね、争奪戦ですよ。もうかなり熱いことになってます。それ以外にもですね、ポケモンのレッツゴーピカチュウとかですね、あとマリオテニスとかですね、いろいろなソフト、新しいもの出てるんですけども、やっぱりここはですね、任天堂このスーパースマッシュブラザーズ、スマブラの人気はね、ただごとではないですよ。これこいつあれじゃねえか、殴られてるやつだけど、いや、なんかいろいろここ置いてありますね、オブジェが。これカービィの武器はは、はい、こちら今僕がね、ソニーブース、 SIE ブースの前にいますけども、いや、ここね、すごい人ですよ。そしてね、ここにポンポンポンってパネルありますけども、これね、王者の風格というか、もう分かってるよねっていう、タイトル名書いてないですからね、これ見ただけでみんな知ってるよねっていうぐらいのこのね、余裕、そんなの感じさせるね、入り口なんですけども、今回ね、結構いろんなものタイトル出てますけども、一押しはやっぱね、スパイダーマンとラストオブアス2、これはかなりね、押してると思いますね。他にもですね、いろいろなソフトあるんですけど、僕的にはここにこうね、画面出てるドリームスっていうゲーム出てるんですけど、このなんか夢の中みたいなね、不思議な映像が次々と出てくるこちらのゲーム、結構注目だと思いますね。他にもこちらのね、もう小島監督の最新作であるデスストランディング、これも謎に包まれた映像が公開されてますけども、期待を煽る大きなね、新作として注目を浴びてます。
この奥の方シアターになってますけども、もうシアターめちゃめちゃ広くてですね、端から端まででかいスクリーンがあって、これさすがもう王者の風格というかね、 PS4 のプラットフォームもかなり盤石な構えでね、もう余裕が持っていろいろなもので新作発表しているっていう感じがよく出てます。他にもね、プレイステーション VR とかこちらもね、結構たくさんの新作取り揃えてるんで、これやっぱりね、今年もね相当注目浴びてると思いますよ。はいはい、こちら僕今ですね、セガブース、セガアトラスのブースの前にいます。もうね、ここすごい人だかりです。あのブースの中に入る人を制限してて、今ブースの周りをぐるっと人がね列をなして囲んでるんですよね。それだけあってね、非常にすごいことになってるんですけど、この中ではですね、こちらのねペルソナの音ゲー、ダンスゲームがあったりとか、あとですね、北斗が如くとかですね、いろいろなものなんか新作ある感じ、あとバルキュリアの4がね、こちらでは新しく出てるみたいで、もうセガの人気ね、アメリカでもかなりすごいことになってますよ。はい、こちらですね、サウスホール入ってすぐのところ、昔はね EA があったところですけども、今回はもうすごいですよ。こちらね、スクエアエニックス、日本のスクエニのブースあるんですけども、すごい人だかりでね、ほんとすごいことになってます。こちらね、入ってすぐ目につくのはトゥームレイダーですね。こちらもスクエアエニックスがねリリースしてるんですけども、それ以外にもね結構日本のタイトルいっぱい出てます。ここの奥はですね、あのキングダムハーツの3、これかなりですね注目作で、日本のねあの有名な作品、こちらでもねかなり注目されてますね。やっぱアメリカでもかなりこちらね大きな会社として注目されてると思いますんでね、ちょっとこれどんな感じなのか見ていきたいと思いますよ。ドラゴンクエスト11ですね、ついにこう英語で海外でも出るっていうことで、かなりこれもう話題作だと思いますね。あ、シアターであの中でもなんかやってるんですね。これはちょっと楽しみじゃないですか。はい、こちらですね、今僕は UBI ソフトのブースにいます。こちら相変わらずね、めちゃめちゃ広いです。こちらのね、中央のブース、いろいろなものがね、放射線上に新作置いてあって、さすがヨーロッパのね、U という感じですよ。こちら今回もね、新しいソフトいっぱい出てます。特にね、アサシンクリードオデッセイ、このね、ローマ時代をテーマにした、かなりこれね、壮大なゲームになってますね。他にもね、このスターリンクっていうちょっとこう宇宙物なんでしょうね、こうデスティニーっぽい感じのねゲームが出てたりとか、あとやっぱり注目はディビジョン2ですね。他にもですね、フォーオーナーとかですね、スカル&ボーンズ、これ海賊のゲームですね。こんなのがね、いろいろ出ていて、今年ももうかなりこれ話題作で盤石な構えだと思いますよ。いやーすごい。はい、こちら僕はですね、今カプコンブースの前にいますね。カプコンブースね、相変わらずこのストリートファイターのサイン会があったりとかですね、あとはモンハンがね、モンスターハンターが出てたりとかもあるんですけども、こっちで話題はですね、やっぱりバイオハザード2、以前出てたバイオハザード2のリメイク版が出てるってことで、結構ねそちら大きな話題になってますね。他にもですね、ロックマンが30周年を迎えたってことで、結構ね30周年を祝うコーナーとかもあったりして、日本のファンにとってもね結構嬉しい感じなんじゃないかなと思ってますよ。あ、これゾンビと一緒に写真が撮れるっていう、もうすごい思考になってますね、これやばいですね。結構ねあちこち大型のソフトメーカー並んでてですね、どっちを向いても対策ばっかりっていう感じですよ、ね、こう UBI ソフトもあるし、奥はねワーナーブラザースゲームズ、反対側はねエピックゲームがあったりとか、本当にねどこを見ても洋芸の有名メーカーばっかりっていう感じなんでね。はい、こちら僕は今ですね、バンダイナムコゲームズの前にいます。こちらねアメリカでも結構ドーンと大きめのブース取ってね、いろいろなソフト出してますよ。結構日本のタイトルいっぱい出てます。あのナルトのゲームとかね、あのジャンプのオールスターとか、結構日本のキャラクターを前面に押し出したものあるんでね、ここで注目かなと思います。あとはねソウルキャリバー6とかも出てるんで、これかなりね話題作じゃないかなと思いますね。さすがこの日本の会社だけあって、日本のおもちゃいろいろ扱ってますよ。結構パックマンのね
グッズとかが扱われてていいですね。このアーケードなかなかいい感じじゃないですか。はい、どうも、来てますよ。僕今ですね、ベセスダのブースの前にいます。ベセスダね、毎回もう E3 の中でもね、台風の目になる重要なメーカーの一つですけども、今回もですね、話題作いっぱいあります。まずね、ここにあるフォールアウト76、これね、謎に包まれてるんですけども、フォールアウトシリーズのね、新作ですね。そして他にもですね、レイジ2とかかなり推してるものいっぱいありますね。あとはですね、プレイっていうのも出てますし、結構ね、今回ちょっとブースの作りもね、結構豪華で可愛らしい感じになってて、これはまたね、話題になるんじゃないかなと思います。相当人たくさんいてね、列ができて待ってますからね。エルダースクロールオンラインのまた新しいシリーズっていうことですかね。相変わらずこの素晴らしいジオラマの作りというかですね、お金のかかり具合がすごいと思いますね、このベセスダは。そして相変わらずこの VR に力を結構入れてますね、ベセスダ VR。 このあたりね、結構体験するまでが長いですからね。はい、こちら僕今ですね、マイクロソフトブースかなと思いきや、ミキサーっていうところのブースに来てます。ミキサーっていうのはですね、 Xbox とかいろんなところで使える動画配信のプラットフォームなんですけども、主に今回ね、いろんなゲームとかの配信も含めたものということで、こちらにね、ブース作ってるんですけども、ここではですね、やっぱ新作のマイクロソフトの新作のゲーム、 Xbox でも遊べる、また Windows でも遊べる新作のゲームね、いろいろ出てます。特にですね、こちらのForza Horizon 4、これ新しく今回出てるんですけど、これまたね、非常に美しい感じの、毎回これね、順送りで出てますけど、どれもすごいと思いますね、素晴らしい。で、今回もね、また派手な展示の一つとして、こちらのマクラーレンのね、あの車もドーンと置いてあったりして、この辺りもね、結構目を引くと思いますよ。はい、こちら来ています。こちらですね、アクティビジョンブースの前にいます。アクティビジョン毎回ですね、素晴らしい新作出してるんですけども、まずこちらがですね、デスティニー2、このデスティニーシリーズの新しいシナリオだと思うんですけど、こちらもね、相当人いますし、なんといってもこちらのね、コールオブデューティーブラックオプス4が出てますから、こちらの方またね、シリーズ結構熱いんじゃないかなと思いますね。相当みんな戦ってますからね。さあ、ウォーキングデッドのブースがありますね。これなかなか、あれと被ってますね、バイオハザードと。これ ゾンビが車の中にいるっていう展示が被ってるっていう、これどういうことなんでしょうかね。それにつけてもゾンビが好きですね、こっちの人はね。はい、皆さん見ていただきましたね、こちらの E3 2018。今回はですね、非常にいろいろな異変ありましたね。今までね、やっぱりインディーゲーム結構各社とも取り上げてたりしたんですけども、今回やっぱりね、大型のソフト、 AAA 級のね、大きなソフトをやっぱり前面に押し出して、逆にインディーゲームっていうのはね、ちょっと鳴りを潜めてる感じですね。そしてインディーゲームをさらに置いてあったインディケードっていうところも結構またね、様変わりしていて、だいぶ新規性のある実験的な作品とかを多く扱うようになってたりして、なかなかね、新しい時代、これからのね、ゲームの姿っていうのがね、結構垣間見れたような気がします。ということでね、これからもまだまだいろいろ移り変わっていくもの、ゲームのね、世界あると思いますけども、そちらをね、こちらの E3 でまた見ていきたいと思いますんで、皆さんも楽しみにしていてください。それではまた次回まで、さよなら。ヒデチャンネル、おー、いやー、久しぶり、久しぶりですね、来ましたよ、このね、ヒデチャンネル、ありましたね、そんなチャンネル、はい、ね、初めて、
地上波のアニメの音楽を。おお、おめでとうございます。はい、ありがとうございます、はい。ありがとうございます。殺戮の天使という、はい、アニメなんですけど、はい、はい、こちら、音楽を書かせていただきます。期待の新作ですよ。そうですね。もうタイトル通り本当にこう気持ち悪い曲ばっかりなんですよ。まあ殺戮の天使。殺戮ですからね。殺戮ですからね。はい、まあなので違いをつけるのが結構大変なんですけど。でもだから普段のゲーム音楽とやっぱり違うじゃないですか。はいはい。なんかこの一番参ったなっていうところって。こうなどうやったら怖く感じるかなとか、どうやったら気持ち悪く感じるかなっていうところをこう夜中の2時ぐらいに突き詰めていった結果トイレに行けなくなるみたいな。自分作ったやつが怖くなっちゃって。ちなみになんかこう監督とかが結構細かいシーンとか来たりするの、はい、アニメの監督さんいらっしゃるんですけど、はい、それとは別に必ず音響監督さんとかいらっしゃって、はいはい、まあ、この方が誰に、例えばどの声優さんに誰をやってもらうとかを決める、うんうん、で音楽もこういうシーンでこんな音楽が欲しいっていうのを決める方なんですけど、この方次第ですね、本当に。あのいろんなパターンがあると思います、うんうん、はい。今回は岩波義和監督っていうものすごい重鎮の方が、はい、音響監督さんだったんですけど、岩波さんはあんまりこうオーダーを出さないことで有名な方で、割と、うんうん、その作曲家の方の想像の余地というか、はい、そこにお任せして、そうですそうです、上がってきたやつをどこにどういうふうに反映していこうかっていうような感じ、ね、そうですね、一応ここで流したいっていうオーダーはあるのでそういうふうに作るんですけども、あとはお任せっていう感じ、うん、いやなんか案件自体は本当に怖い大怖いというか恐怖を題材としていますし、はい、まあでもちょっとお笑いもあったりするんですけど、ですけどこう現場は本当にいい雰囲気でしたね、うん、皆さん高い人ですごく楽しかった。殺戮の天使は、はい、いつから放映、7月のアニメですね。7月、はい、MX で放送になります。じゃあ今年の夏のもうあれですよ、こう、ね、はい、注目、この堀友放送局でも追っていかなくてはいけない、はい、あ、ぜひぜひ、はい、ということで見てもらいましたね、E3、ロサンゼルスのコンベンションセンターで開かれている、うん、まあ、本当家庭用ゲーム機の大きなイベントなんですけども、うん、伊藤さんはゲームとかってどんな感じですか、うん、なんかやったりするんですか。そうですね、まあニトロプラスの歌を歌い始めてパソコンゲームからも、そうですよね、 PC ゲーム、ちっちゃい頃はまあファミコンとかやってましたけど、あ、そうなんですね、うん、スーパーファミコンではい、はい、スーパーマリオブラザーズ3で卒業しちゃった感じでした、ね、ああいやいやいいじゃないですかスーパーマリオで、それが延々と今もね任天堂の方でいろいろマリオも出てますし、うん、今回はスーパースマッシュブラザーズっていう、ね、ああなんか盛り上がってたやつですね、もうすんごい量のキャラクターが出てきて対戦できるっていう、これはね相当アメリカ人も熱狂してますし、日本でもねヒット間違いなしというですね、これはすごいです。割とアクションゲームって言うんですよね。そうです、あのもうババババババってこうずっと動かしてるみたいな。そうなんです、そういうのは得意ですか。そうですね、まあマリオとか割と得意だと、どっちかというとその反射神経の良さだけで生きてきちゃったそういうの大好きですね。あ、そういうこと、そういうこと、うん、あまりなんか一緒要素あるとちょっと思いますねそういうゲームをやってる印象がなかったから、うん、びっくりですね。私がとして担当してるね曲っていうのは大体そのアドベンチャーゲームが多いです。そうですそうです、ノベルゲームが多いので、そうですそうです、うん、アクションがあったら楽しいのになって思いながら、うん、しかもちょっと怖めのゲームとかが多いんで、そうなんですよ、大体ひどい話あのアメリカとかだともうゾンビがとにかく出てきてですね、ゾンビ好きですよね。あ、好き、そうなんですよ皆さん、海外の皆さん、海外の皆さんはねとりあえずゾンビを撃ちたいっていう、あと戦争とかで銃を撃ちたいっていうのばっかりでですね、これがまた日本とだいぶ違うところなんですけども、うん、まあ、今年もそれが変わらなかったなっていう、こうほっとする一面もあって。そうですね、私もあの海外のイベントとかでたまに呼ばれていくとですね、はいはい、まあ、日本も徐々にそうなりつつありますけど、あのお家からこうコスプレしちゃダメよみたいな風潮あるじゃないですか、ね、はいはいはい、海外はそういうのがなくて、あ、もうみんなもうお家出た時からもうコスプレして祭りだみたいな、はいはいはい、
そんな中やっぱりゾンビものがみんな好きだから、あ、ゾンビに街にゾンビが溢れるもう分かんないじゃないですか、それもう本当のゾンビだ、重曹ここにドーンある人がうーんって電車待ちしたりとかしてるんですよ。すごいこう血がこう流れてるような感じで、痛そうだねって言いながらおかしいんですよあのハロウィンとかもね、おかしい格好してますからね。ハロウィンがね日本は浸透してきて、なんかハロウィンの日はね、街にこう仮装してる人がいるっていう風になってきましたけど、そのイベントではね、そうなんですよ、皆さんね、その会場だけよっていう風潮がありますけどね、はいはいはい、それがね、なんか解放される、解放されるされますよね。海外とかやっぱそういうのフリーダムにみんなね、やりますからね。そうですね、レストランにもずなんかいっぱい、レストランにもなんです、レストランにもいっぱいいるな、日本のキャラクターみたいな感じ。伊藤さんはどんな感じのゲームのイベントとかに行かれるんですか、海外に。海外だとゲームとアニメ半々みたいなのもあるし、はい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 、呼ばれて歌をそこで、そうステージがあるから、あ、いいですね、アニメ歌ってとか、はいはいはい、そしたらもうかなり熱狂的なファンがわーってくる、知ってくれる人多いですよ。例えばどの国とか行きました？最初がブラジルで、あんまりちょっと親しみのない感じ。一番遠い、割とハードなところから攻めますね、すごい、はい、片道26時間もうちょっと楽なところから普通行くんですけど、かなりあのです、ね、アーティストにすごい、うん、でも行ったらやっぱり日本のアニメ大好きっていう、あ、熱狂的な人がいて、その頃は私が歌ってたのはアニメで放送されたのはカオスヘッドぐらいだったんですけど、はあはあ、ブラジルではもちろん放送されてなかったんですけども、その主催チームにみんなお客さんが問い合わせてくれて、で、まあ、インターネットとかもね普及してますから、はいはい、検索して聞いて待っててくれて、あ、そうなんだ、わざわざアニメのカオスヘッドのオープニング FDD っていうタイトルなんですけど、こう段ボールに FDD 書くカナコラブって言って子供が大人に肩車されてこうやって待っててくれて、それすごいですね熱すぎる、ちゃんと聞いて待っててくれて、へえ、ラテンのノリでみんなすごいんで声も出ちゃうし、カーニバルの国ですからね。そうなんですよ、そして水が肌に合う感じで住めるって思いました割とそこは馴染んだんですね伊藤さんはそういうハードな環境でも全然大丈夫だったんで、元気に帰ってきましたね。へえ、そうなんだ。アメリカとかヨーロッパの方とかって、アメリカはもうあのシアトルの桜コーンなんてね、もう20年近く、あ、はいはい、大きなイベントですけど盛り上がりましたし、ドイツなんかも行くと、やっぱシュタインズゲート人気で、あ、そうなんだ、やっぱりこうね、終演後にライブ終わった後にサイン会とかやるんですよ、でそこにあのやっぱコスプレしたね、好きなキャラクターに扮する人たちが並んでくれてて、ドイツ行って一番面白かったのは、あのシュタインズゲートに出てくる、あのダルちゃんっていう、はいはいはい、キャラクターがいるんですけど、その子に扮装したでっかいドイツ人の男が本当にでっかいの、本当にでっかいの、でっかいし、その子が、そのシュタインズゲートってタイムリープもので、電子レンジがそれになっちゃう。はいはいはい、っていう話なんですけど、こんなでっかい男の子がすっげーでっかい電子レンジやりすぎだよここにサインちょうだいそんなでっかいのあるんだ、しかも分かったーってでっかく書きましたすごいな、熱狂的だな、やっぱりいるんですね、やっぱ向こうにもそういう人が、まあね、今ゼロがね続編で、そうです、今まさに放送でやってますから、放送されてて、海外でもどうやら放送されるみたいなんで、あ、これまた熱狂的なファンが、ね、主題歌もね皆さんね、いい曲ですからね、これそうですよ、そうなんだ、はい、じゃあもうそういうところでいろんな人とともに、まあ結構鍛えられて、海外とかはそうですね、手作り感あふれるイベントが多いので、あ、結構トラブルみたいなこともあって、うんうん、もちろんもちろん、うんうん、なかなかこう始まらないとか、こうトラブルがありました、音出ないとか、音出ないね、さっきもありましたけどね、うん、そうなんだ、でもね、もうそんなにね、なんか致命的なことはないですね、何しろやっぱり言葉がみんな、みんな言葉話す、日本語話せる子たちがいっぱいいてくれてるし、そうなんですね、うん、だから何かと必ず助けてもらえるし、はいはいはい、うん、なんで、いや、何もせずに帰ってきたとかいうことないですね、ちゃんと、あ、はいはいはい、仕事して帰ってこれるいやいや、でもね、たくましくそういうところでこう頑張って活躍してるっていうのが、うん、やっ
伊藤さんらしいこのパワフルさだと思います。日本で愛されてるし、アニメのパワー、ゲームのパワー、海外に行くと日本のキャラクターとかね、はい、結構愛されてるの分かりますよね。分かりますね、うん、そうなんですよ。だからね、もっともっとこう、ね、出て行ってもらいたい、ね、アメリカとかでもね結構日本のゲームまた戻ってきてる感があるんで、そうなんですね、バンダイナムコエンターテインメントとかね、いろんなところの昔一時期日本のゲームすっかりなくなっちゃったんですけど、うん、またちょっと徐々に戻ってきてる感じがするんで、まあ、この調子で頑張ってもらいたいなっていう気はしていますね。はい、ということでですね、ここで、またちょっとですね間に CM を挟んでですね、はい、それから先はですね、センちゃんのちっちゃいの大好きというですね、うん、ガジェットを紹介するコーナーに入りますんで、はい、そちらのコーナーも伊藤さんに一緒にね参加してもらおうと思いますんで、はいはい、まずは CM と、ヒデチャンネル、今回ね坂本秀樹さんが出てますからね、そちらの方を見てもらいたいと思います。それじゃあ、はい、Q を振ってもらおうと思います、はいはい、せーの Q。翡翠初日が終わったんですね。そうですね。楽しかった。ちなみに僕ちょっと、はいはい、食べ過ぎてお腹が出ちゃったんで、あ、お腹不自然に、お腹が出てるのはちょっと不自然かと思って。いや、もうちょっと不自然になったやつよこれ。毎年恒例の。絨毯ふかふかとチェックですよ。お、はい、そういえばやってましたね。はい、やってましたよ、はいはい、今年はですね、どうでしたか。あれです、異変が起こりましたまさか今までかなりふかふか度でいうと、はい、マックスふかふかをしていた SIE さんが、はいはいはい、あまりふかふかしてなかったそれはどういうことなの。これですね、あれなんですよ、大体今までの経験則から言うと、売り上げが厳しい時はふかふかじゃなくなる。あ、ふかふか、あ、なるほど、比例してるってことですか。そうですね、はい、なんかね、こうあれなんですよ、景気がいいとふかふかして、景気悪いとなんかこう、ふかふかしないっていう法則があったんですが、いやいや、でも今年はですね、過去最高益なんですよ。ですよね。もう PS4 もまさに今、あれですね、ハードが出てもう何年か経って、うんうんうん、まさに今黄金期を迎えて収穫期になっているんです。こう分かりました。理由が今まで、はい、これは今年も儲かっちゃうわって言ってふかふかしすぎて、景気悪くなったりとかすることがあったんで、ここあえて今から締めとく、はい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 、そういうことなんだ堅実です。多分僕が思うのは、はい、全くそういうことは考えてないと思う。え考えてないっす。はい、絨毯はそこまで正直なところで、今年のモーストふかふかブースはですね、あ、なるほどなるほど、全部全体の中で、はい、マイクロソフト、おマイクロソフトさんでしたよ。すごい。ただマイクロソフトさんは XBOX のブース今年出してないんですよ。はいはいはい、なんか X なんとかなんかね、はい、動画配信プラットフォームを今作っていて、ミキサー、そう、ミキサーです、はいはい、あそこが出してるんですね。まあ一応あれがマイクロソフトということでフォルツァが置いてあったりとかしたんですけど、はいはいはい、そこがモーストふかふか、どれぐらい、なんか膝ぐらいまで膝まではいかないんですけれど、くるぶしぐらいまで、ああ、もう完全にこう、じゃあ入っていく感じですね。もう入っていく感じぐらい、もうふかふかしてましたね。おで次がですね、スクエニックスさん、おお、めっちゃふかふかしてる、はい、全然気づかなかったです。なんかそういう、はい、もうこれはあの各ブースを必ず足で確認するっていうのはもうずっとやってますからでスクエニックスさんの方に聞いたんです、さっき、あのふかふかは初日だけなんですよと。大体2日目ぐらいになってくるともう踏み締め固められてあんまふかふかならなくなってくるって甲子園の土みたいな、結構、結構シビアというかあんま持たないんだなと。そうですね、ふかふかであればあるほど、なんかこう固まりっていうかぎゅうぎゅうにもなりやすいという話を聞いて、なるほど、そうなんですよ。だから初日が一番こうモーストふかふかになるという話モーストふかふかですね、はい、今日ははい。
センちゃんのちっちゃいの大好き、皆様こんばんはということで、よろしくお願いします、はい、またまたやってまいりましたよこのコーナーということで、今日はですねゲストの伊藤さんと一緒にお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今回のちっちゃいものはバーン、なんですかそれ。 GPD Win 2、え、パソコン、ちっちゃーい、わー、かわいい、はい、これですね、あの GPD Win っていうのが、うん、1、2年前ぐらいに、発売したんですけど、うん、それの 2代目です。で、これはこの 3DS ぐらいのこのね、電子辞書、分厚い電子辞書、うん、みたいな感じですね、はい、あと任天堂のあの携帯 のポケモンとか、あ、はい、DS ぐらいのサイズ、ね、USB 挿すとこある、はい、おーすごーい。これゲームができちゃう、ゲームというか Windows が動いてゲームができちゃう、 Windows できちゃう、はい、動いて、ちゃんとこの R ボタンとか L ボタンとかありますよ。そうなんですね。わあすごい。ここにボタンが、ゲーム用のボタンと、あとスティックが左右 LR ついていて、うん、でさらに後ろに LR ボタンがついてます。ということで、もうゲームを遊ぶためのマシンっていうことですね。わあすごい、はい、で前作の GPD Win はやっぱりちょっとですね、Atom っていうその CPU を採用していて、うんうん、多少ちょっとやっぱりちょっと非力で 2D のゲームはグッとだったんですけど、うん、3D のゲームはちょっとカクカクするなって感じだったんです。うん、今回は Core M3 っていうですね、この、 あのインテルのちょっと早い CPU になって、うんうん、であの、GPU もですね、あのちょっとグレードアップしたんで、大体前回のマシンの倍ぐらい速くなってます。すごー、はい。ということで、サクサクゲームできちゃう。そうですね。3D のゲームとかもバンバンできちゃいます。例えばあのベンチマーク走らせると、ドラゴンクエスト10のベンチマークだと結構快適っていうところのレベルまでいってますんで、もうこれ1個あるだけでどこでもドラゴンクエスト10とかが遊べちゃう。あちゃー。はい。ただベンチマーク走らせてみた感じ、PUBG は、うん、ちょっと厳しい、ちょっとカクカクしているって感じですかね。はい、まあ、あのゲームによってやっぱりそのこう負荷が結構大きく変わるんで、まあ、あのちょい前ぐらいの 3D のゲームだったら割ともう全然大丈夫です。いやー、これちっちゃいですよ、画面もすごい、これ触っちゃっても Windows の画面でじゃないですか、はい、しかもここ画面ちゃんとですね、タッチパネルなんですか。そうなんだ、はい、タッチパネルも入っていて、おお、はい、ちゃんとできるんですね。検索できちゃう。そしてちゃんとここでね、フルキーボードもついて、うん、私も押したいです、はい、ボタン押したいですで、後ろ側には、まあ、最低限のね USB と USB Type-C とか、うんうんうん、あと、SD メモリ、マイクロ SD メモリカードのスロットとかが入っています。はい、で USB Type-C で充電もできちゃうので、まああのモバイルバッテリーやるじゃないですか、はいはい、ああいうやつでも充電できて、あの十分遊べちゃうという。このね、前作やっぱり2世代目ということで、前作でいろいろとこう何ていうんですかね、あのこのスティックがですねちょっとこう前回は弱かったりしたんですけど、その辺もしっかりとした作り込み、あとこの十字キーもきちっとしたね、結構ねこう高級感のある、あのしっかりとした作り込みになっていて、本当に、持っていい感じなんですよね。おお、はい、重さも本当 3DSLL、はい、って感じですね。そうですよね。で、手のひらサイズでもう全然大丈夫ですよ。文字がだだ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 だということで、持ち運びができてどこでもこう遊べて、しかも、サクサク動く、マシンパワーも手に入れた GPD Win 2はまさにゲームマシンとして最強のマシンだと言わざるを得ないんじゃないでしょうか。ということで、センちゃん的にもこれはね本当にいいマシンだなというふうに思っています。ただ一つ残念なお知らせが。何どこが残念なんでしょう。なんかですね、ロットによってはトロイの木馬が入ってるんです、はい、と言いますと、はい、あのいわゆるウイルスみたいなのが入っちゃってるガビーン、はい、幸い僕のロットは大丈夫でした。どうやったら分かるんですかそれ。あの一番最初にこの Windows の、うん、
こう標準機能にある Windows Defender で手があるので、うんうん、そこでウイルスのチェックができるんです。でそこでやると、まあ、発見できます。はは、恐ろしいですね。やっつけられるんですか？それ入ってたらもう大丈夫です。やっつけられます。やっつければ大丈夫。はい、はい、大丈夫です。じゃあまずはチェックしないとダメです、はい、ということで、結構ね、こう期待も大きくて、うん、まあ、素晴らしいマシンなんですけど、ちょっと出足につまずいちゃって残念だなっていうところもあるんですけれど、機能がいっぱい入ってます。入ってますそれ除けば全然もうね、何の問題もないですよ、っていうか、それが一番大きい問題かもしれないです。はい、透明になっちゃうんですね、これね。そうなんですよ、ちょっとグリーンバックで抜けちゃうみたいなんですね。はい、グリーン入ってました。はい、ということで、この GPD ウィンなんですけれど、いつもこのゲストの方に、星最大3つで点数をつけていただいてるんですね。はい、ということで、伊藤さんの評価をお願いしたいんですけれど、星3つじゃないですか、これ。星3つえ、欲しい。あれ、あ、なんかお金、金額をっていう。お金、はい、これいくらだったのかっていう。あ、そうかそうか。ね、これ金額いくらだっけから、なんかね、確かね、でもパソコンだから5、6万ぐらいじゃなかったかな。そうなんですね、うん、確かそう、5万円ぐらいですみんな一斉にこう、はい、はい、はい、まあ、それによってこう金額がね、例えば、うん、欲しいけれど、これ200万って言われたら、いやいやいや、ちょっと10万円はするのかなと思いましたけど、ただ意外とリーズナブルに買えます、ということで、もう一度伊藤さんの評価をお伺いしたいと思います。星3つで。星3ついただきました、ありがとうございます。イエーイ。ちょっとその通りの目が怖いですけど、はい、最初にチェックしてやっつければ OK ってことで、はい、多分まあ今大きい問題になってるんで、これから買うとは大丈夫だと思います。あ、なるほど、はい、やっぱ機械って新しい方がいいですよね。あ、それはまあ、違うやつ、一般販売はその金額ですね。あの、インディーゴーゴーで買うと、まあ、キックスターターみたいなやつなんですけど、それで買うと結構安くなっていました。3割引きぐらいで買えるんで、5万円ぐらいという感じです。はい、ということで、伊藤さんにも高評価いただきました。まさにこれあれですよ、シュタインズゲートをやるためには最高のハード、私も見やすい、皆さんにお勧めしたいと思います。いやー、素晴らしい。はい、ありがとうございます。ということで、伊藤さんどうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、で、このままとこのままプレゼントコーナーかな。そうです。はい、プレゼントコーナーに入ります。わー、はい、ということで、今日はすごいですよ、僕も欲しいです。なんとびっくり、何が出るかな。伊藤かな子さんのこの CD、 パティマン、パティマンになんと直筆サインを入れていただいて、うんうんうん、2名の方に、はい、あらー、2枚もあったー、すごい。あれ、この後ろ側、ジャケットの後ろ側は、はい、なんとなく東京国際フォーラムか。ピンポーン。よくご存知、はい、よくご存知、よくお分かりで、はいはい、実は私ですね、結構ライブに行ってるんです、うん、はい、ありがとうございます、はい、いろいろと言っておりまして、直近では先週の日曜日に内田真彩さんのライブがここでありました。国際フォーラムで、ホ ホールがね、はい、ホール A が広いですね、定員5000人入ります。うんですね、ビッグホールですね。でも伊藤さん、今年もね、兄様でもね、はい、兄様でます、はい、今年初日に行ってまいります、はい、ね、あそこは2万7000人ですからね、すごいですよ、ね、そう、広すぎてなんかね、はい、現実感ないですステージの上から見るとどんな感じなんですか。もうなんかね、宇宙にいる感じです、確かになんか宇宙空間です、兄様はペンライトの色がこう揺らめいていて、なんか本当にちょっと星の中にいるって感じですよね。そうです、そうなんです、美しいですよ、はい、美しいです、はい、いやちょっとね、なかなかこうステージで見れる人っていうのは限られた、本当にちょっとの人しかおりませんけれど、そのね、いつも伊藤さんをこう僕はこう見てますので振ってます、はい、ありがとうございます、はい、ということで、じゃあ早速これにちょっとファイルを入れていただきます、はい、今まさに書いちゃう感じで、はい、よいしょ、じゃあとりあえず1個、あ、気に入っていただいた方がよかったです、かわいいですね、はい、なんかパッと見た感じだと全然ね、パソコンで見えないですよね。うん、はい、これどこに書きましょうかね。そうですね、この、
オカリンとマユシンとか黒いので、うん、そうですね、これを歌詞カードの後ろ側はどうですか、これ。これ伊藤さんが写ってるんですけど、はい、この東京国際フォーラムのあの骨骨のところでね。こちらに書いてもいいでしょうか。はい、じゃあこちらでお願いします。じゃん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 。この写真めっちゃかっこいいですね。ね、撮ってもらいましたよ。ドレスとかあんま着ないんですけどね。決まってると思います。今日の日付とか入れちゃいましょうか。そうですね、じゃあぜひ。629で。肉の日。え肉肉29日29日で肉の日、まあ、毎月あるんですけれども、ね、はい、ね、はい、これ書きました。じゃあちょっと、書いていただいたやつ、はい、はい、伊藤さんのサインを入れていただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。見てください。はい、ということで、はい、このプレゼントの宛先なんですけれど、はい、お、パネルがある、素晴らしい、はい、プレゼントの応募先はこちらです。onitama.tv/pr/、はい、こちらの方に、アクセスしていただくと応募フォームがありますので、うんうん、なるほど、伊藤さん CD 送れと書いて送れ、はい、送れって言う、はい、送れというふうに書いて応募していただきたいと思います、はい、で抽選で2名の方に、プレゼントを送付したいと思います、はい、はい、どしどしご応募お待ちしております。わはい、ということで、次は、リロチャンネルがあって、はい、その後ゲストの伊藤さんの、トークコーナー、はい、ゲストトークコーナーに入りたい、はい、入りたいと思います、はい、いろいろとこうね、語っていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。それでは一緒にビデオの記憶をお願いいたします、はい、ビデオキュストア、はい、そこも行けなかった。あそこも本当にですね、めっちゃ人が並んでて、昼間行くと、はい、もうね、1時間以上並ぶ感じ、はい、で、そこであのソニーのこう生かした T シャツが買えるんです。はい、はい、ただ、今年は割とデザインがちょっとおしゃれな感じ、はい、去年まではプレイステーションのロゴの下に、なんかあの字詰めがよろしくない、はい、カタカナでプレイステーションって書いてあったロゴがあって、なんかね、めっちゃダサい、めっちゃダサいんですけど、まあ、一周回ってちょっといい感じになってる T シャツとかが売ってたんですけど、日本人以外が買うともしかしたらおしゃれになるかもしれない、ね、そうですね、でも僕は平気で日本で着てると結構、受けましたね。あれはなんでわざわざそんなプレイステーションのマーク見ればプレイステーションってわかるじゃないですか。なんでここにわざわざカタカナでって、いやいやこれはのこれはアメリカで売ってるやつで、アメリカだとこの子にプレイステーションってカタカナで書いてあったら超かっこいいんですよ。ほら、スイちゃんが今着てるこれと一緒じゃないですか。はい、これはタイトロニクスですからね、はい。これを日本で見た時の感覚が。そうです、そうです。もうね。これもあの今日会場で、はい、その T シャツどこで売ってるんだって聞かれました。ああ本当ですか。そう、はい、だけどこれジャパンのイベントオンリーだって言って、うわーマイゴーってそしたらその時に何て言われたか分かりますか。俺の今着てる T シャツと交換してくれ、言われたんですけど、サッカー選手みたいなでもどう見てもヨレヨレの T シャツなんて使い古してちょっとヨレヨレの T シャツでちょっとそれを勘弁みたいな。多分その人はその方法でもずっと T シャツ買わずに今まで小さい頃からやってるんでしょうね。やってたよ、わらしべ長者的なね、こっちかな、ここかな、はい、戻ってきたかな、はい、はい、
ということで、はい、またもスタジオ戻ってきました。ここから先はですね、はい、ゲストの伊藤かな子さんとお送りするゲストコーナーです。ありがとうございます。ありがとうございます。コーナーまで、はい、改めましてこの紹介しますとですね、はい、もう長いキャリアを持ち、はい、さらにはこの人気作を数多く手掛けている、まあ歌ったりとかね、歌詞とか作曲もされてる。時々、ね、ジズスタジオのみんなといるうちに、自分でも作ってみようと思うようになりました。なりました。でそんな伊藤さんにいろいろ聞いていこうと思うんですけど、はい、よろしくお願いします。まあ、デビューのきっかけとか前に1回聞いたことあるんですけど、はい、うん、ジズさんに初めて行って、なんかオーディションみたいな、まあ、オーディションというかそういう感じじゃなくて、本当になんかこう友達の友達は磯江さんだったみたいな、友達の友達は紹介でね、共通の知人の紹介で音楽の仕事やってる人いるよって言って、まずは連れてってもらって、はいはいはい、まずは私がこう東京で知り合った人たちとライブをやってるのを見に来てくれたのかな。どっちが先だったかもうね、20年近く前になるので、はいはいはい。でそのうちにニトロプラスで女性ボーカルを探している時期 で、はい、でちょうどジズスタジオの磯江さんチームが、はい、その新作の BGM を作ることに、うん、主題歌も作ることになって、うん、でそういう時に知り合ったのがきっかけで、でも歌手はその時点では決まってたんですけど、あ、そうなんですね。私が仮歌を、ええ、あ、なるほど、はいはいはい、でまあ後にそれは私が歌うことになったんですけど仮じゃなくなった、はい、仮が本チャリなので、はいはいはい、まあそのもうすでに決まっていた人もレコーディングが済んでいて、それがもうプロモーションで使われているので、イメージソング、なるほど、まあ、でゲーム本体には私の歌の方が使われるみたいなのを変ながら、なんでオーディションという風な感じになったっていう感じですかね。結果的にはオーディション風になった。仮歌を歌ってみたら、ああ、なるほど。またこのね、ジズスタジオさんの曲がこういい曲っていうか、すごい本格派の曲が多くてですね。うん、そうですね。そこら辺が伊藤さんとこうバッチリマッチしたんじゃないのかなっていう気はするんですけども。うんうんうん、私もみんなが作る曲が大好きで、はいはいはい、いつの間にかいつもいる人になっちゃったなみたいな。いつも地図にいるみたいな。そうなんですよ。それでね、そのニトロプラスさんの曲とかね、はい、アニメの曲とかもかなりいろいろなものをね、うん、そうですね、どんどん出るようになって、PC ゲームからアニメ化した時にも、ね、読んでもらえるみたいなね、はいはい、そこから始まってアニメも歌えるようになりましたね。いやーすごいですよ、うん、それでねまたファンもこうブワーッとこう増えて、うん、結構ねすごいことになってきたんじゃないのかな、ね、作品がねヒットしたりとかするとね、そうですよね、もらえる機会も増えるし、やっぱアニメというのが、はい、まあね、毎週必ず同じ時間に流れるわけじゃないですか、はいはい、アニメってだから本当に通りすがりの人もね聞いてってもらえるっていうゲームっていうのはね、やっぱまずはハードがあって、でソフトがあって難しいですよね、そこがね、電源入れて立ち上がってから読むぞ、うん、みたいなね、うんうんうん、でもその代わりその一番こう最後のトゥルーエンディングにたどり着いた頃に流れる曲っていうのはやっぱ感動がね、うん、ちょっと種類が違うかもしれないんですけどね、もうすごいかなりこう苦労して 何十時間かかってここにたどり着いたんだろうみたいな、トゥルーエンドまで行くのにどれだけかかるかっていう、そうなんですよ、そういうゲームだったのでね、私は全然知らないで歌い始めてもうそだって当初はパソコンも持ってませんでしたし、あ、そうだ、でもゲームの概要とかは一応見て、うん、こんな感じですよ、でもう私よりも先にもうすでに歌ってる方がいたので、あ、なるほど、曲は先にこう聞かされてて、はいはいはい、まあ、それの曲が小野正俊さんだったりとかしたんで、あ、またそれが本格派ですよ、またこれがすごいハードロックだったり、うんうんうん、ロックバラードだったりしたので、かっこいいってのそう、ある意味ね、あんまりこう PC ゲームで聴かない感じの曲が多い気がするんですよね、うん、そうなんですかね、私はそのニトロプラスしかね知らないなんですだからそれがやっぱりねこう一つの世界ができてて良かったんだろうなっていうふうに、うん、ね、まあ噂になってくれてたのかなって思いますけど、ね、いやいや本当にね、はい、それだけこうすごい仕事をしてる人がこの OBS に来てくれるだけでもねすごいことです。もう最初はねそんな人は事務所とかがこう許してくれないのかなと思ったら
割と OK だったんで、すごいなと思う。なんかこうね、最近ちょいちょい そこら辺で会いますからね。ジズスタジオつながりでこうね、お会いしたりとかね。あ、そうなんですね。最近なんかその伊藤さんもいろいろなイベントにも自分で行かれて、こう、うん、結構直接ファンと触れ合ったりとかしてるっていう話を聞いて、ね、あ、じゃあもう結構なんかそう直にファンの声とかが聞けるのかなと思ったんですけど、うん、そうですね。でその音楽の同人のイベントだったりとか、 M3 とか、 M3 今年も初めて、あ、初めてなんですね、うん、初めて、はいはい、島宮英子さんというね、はいはいはい、日暮らしの泣く頃にのアニメのオープニング歌ってる、あの方に誘われてね、はいはい、あの作って、みんなで売り越したりとか、それで初めてもう、うん、一緒にやったってことなんですね。そうですそうです。へえ、うん、ライブはね一緒にやったことある、はいはい、歌仲間なんですけど、はあ、英子さんが集めたメンバーで作るとか、あ、なかなか新鮮な体験でしたね。あ、今までそういうのはなかったから、はい、なので、楽しいなって思いながら、で曲もあの、歌い手3人とアレンジャー1人、うん、4人で4人だけで作ったんですけど、あ、本当にもかけない、それぞれが2曲ずつ出して、で、はいはい、アレンジャーのマコーさんっていうね、はいはい、アレンジャーの方が全部こうね統一感出してくれて、私もあの鼻歌のものだけ送るみたいな。あ、それは自分でなんか曲を考えて、そうです、あの歌詞を載せたあの鼻歌のものを送ってお願いしますお願いします。地図スタジオの磯江さんともそういう感じで曲作るんです。鼻歌なんですか。そうなんです、もう鼻歌でいいって言われちゃいます。あ、でもそれがきっともうかなりかっちりできてるってことなんじゃない、うん、まあ、時々はギターで和音つけたりとかもしますけども、うん、かっこいいですね。でもね、自分で完成形までこうイメージがあった時にはそういうのが、例えばね、こういうパソコンとか使って、ええ、自分でこうパソコンで打ち込みみたいなことはするんですか。全然できないんです。本当にその自分で撮った歌のデータ、ええ、もう 生でやる歌のデータと、なんかあのカラオケのデータを合わせて書き出すぐらいだったらできるんですけど、波形を合わせる。そうですそうです。ああ、じゃあもう完全にあとはもう自分で演奏するしかないっていう。そうなんです、そうなんです。音楽の勉強みたいなのはずっとしてたんですか、うん、昔から。まあしてたというか、まあ独学と言いますか。子供の頃から。うん、まあ歌はずっと真似して歌ってただけなんですけどね。特に習ったりとかはないんですけどね。へえ、うん。まあじゃあやっぱりこうずっと音楽が好きだったっていう。まあそのバンドブームがありましたから。はいはいはい。その10代の頃かな。はいはいはい。うん、なんでまあ軽音部に入ったのが。軽音部でね。はい。でなんかこう曲をボーカルで歌ってたってこと。そうなんです。でもともと私あのバレーボーラーで、バレーボーラー小4から中3までもう5年間がっつりバレーボーラーやってたんですよ。あ、ほんで高校入ってもやりたくて先生に言ったところ、うん、あのデザイン系の学校に行っちゃったので、課題が多いから運動部はやめてくださいって言われちゃって、やめてください、やめてください。ガーンってなって、でもなんかこう帰宅部の経験がないから何か入んないといられないだったので、はいはいはい、どうするってなった時に軽音部を選んですよね、うん、それもだいぶこうちょっと体育会系に近い雰囲気はあるけど、でも文化系は文化系じゃないですか。そうですね、はい、それならいいって言うんで先生、あ、それは大丈夫、あ、よかったって言って、でな、どうしてボーカルにね推薦してもらえたんです、ボーカルに。あ、歌うまいからって、はい、でそれが、あの頑張った一個だけ頑張ったところがあって、それまですっごい人見知りチャンネルで、はい、チャンネルで自分からこう私が歌いたいみたいな感じ ではなかったんです。あ、なるほど、はい、なぜ推薦してもらえたかというと、春高1の春の遠足のバスの中で、はいはい、勇気を出して、あのレベッカのフレンズを歌ったんです。へー、はい、そしたら、は、誰が歌ってんだみたいな、ちょっとこうこれ騒ぎ、ただことじゃねえぞこれっていう。で私はそのまあ内気な性格だったので、その中学時代バレーボールから、もうバレーボール一筋だったのに、一筋で家に帰ってきたら友達と遊ぶというよりは、歌番組の録音をしたやつを聞きながらとか真似しながらとか、あ、自分で真似しながら、レベッカが大好きだったんでずっと歌ってるとか、はあ、だからそれまで、だってそれでちょっと上手になったみたいな、高校のみんなは知らなかった、知らない、全然知らない子ばっかりのところに、うん、でそしたら軽音部に入ったら女の子がね、何人か、クラスメートの何人か入った時に、ボーカルはかなちゃんでしょって言って、
かっこいい。推薦してもらえてから、そこからも推薦してもらえる人生というか。だから相当独学でかなり頑張ってすごいところまで行ってたってことでしょ。そうなんでしょうね。へえ。それがやっぱりこうね、うん、あのそう周りにこう比べるものがないからどん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 自分だけこう高めに上ってっちゃったっていう。どうなんですかね。え、どんな歌を歌ってたんですか、うん、あのそのバスの中で歌ってた以外に家で練習してたの、うん、まあ、そのレベッカのアルバムとかを、ええ、それまたすごい歌唱力の必要そうなやつ。そうで、それもう本当に多分カセットテープだったんですけど、もう擦り切れるほど聴いてて、ええ、でそれをね、近所迷惑顧みず合わせて歌うみたいな暮らしをしてただけだったんですけどね。いや、その暮らしが良かった、うん、それでちょっと、まあ、上手になったのかもしれないです。まあその先生はレコードみたいな感じで、まあね、それを許してくれた家の人も、うん、なんかね、そうなんですよ、フリーダムで良かったって、もうなんかね、うるさいから静かにしなさいって言われた記憶がない。家でもうガンガン音楽をかけなさいっていう、三、うん、兄弟なんですけど、伊藤家三兄弟なんです、伊藤家三兄弟、私が長女で弟がいて妹がいるんですけど、で母親がちょっとピアノを弾くんですね。あ、音楽家族、アップライトのピアノがあって、でまあ童謡とかなんですけど、そういうね、日本の、あ、もう音楽をどんどんやりなさいっていう、お母さんが弾いて兄弟3人ですごいがなるみたいな。やっぱそうでないと、ね、その上でさらにバレエでこうね、体も鍛えて、いやでもそう、歌って全身の筋肉で支えます。肺活量も必要ですね。そう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 。なんでそういう基礎的な体力とか筋肉はできてるらしいですよ。うん、ですよ。そう、なんかね、そう、あの地元宇都宮なんですけど、栃木県宇都宮、はい。はいはいはい。その10代 の、 そのアマチュアバンド時代にやっぱ音楽学校に行ってた子がいて、うんうん、であの宇都宮でボーカルの先生いるよ、紹介してるよって言って、はいはい、1回だけ5000円握りしめて行ったことあるんですよ。おお、なるほど、先生に。はいはい、すっごいあのアルバイト生活だったんで、これでお願いしますって、いくらでもいいって言うから、これでお願いしますって言って1時間だけ行ったことあって、それがね、まあ良かったですね。ちゃんとこう人体図鑑ドーン出てきて、あ、本格的な、はい、ちゃんとクラシックの先生なんだと思います。はあ、なるほどね、うん、あのもう本格的な発声の仕方を教えてくれる。本当に1時間でね、まあ、全部無理なんですけど、いう風に。でもその時初めてもう人から教わったっていう。そうですね、その1時間を今でも覚えてます。で次から声出ししましょうねって言われたけど行かなかったですね。5000円またね。行ってたらもうちょっとなんかね、上手だったかな。いや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 、もう十分上手っていうか、もうね、すごいですからね。いやー、なるほどね。いやいや、こうすごいいい話をね。うん、そう。ね、レベッカのフレンズとはって言われてますけどね。そうなんですよ、まあね、うん、でも歌うとそうやって友達ができたので、ええ、なんで人見知りチャンネルもそのうち治ってきて、まあ、そう思い込んでただけだったなって。で別にあんまりゲームの歌とかアニメの歌を歌いたいっていう気持ちではなかったっていうか、うん、目指してたわけではない、うん、ないいろいろこうね、あの運命のそうですね、やっぱりいたずらでそのような形に、友達つながりで、うん、はい、気がついたらゲーム音楽作ってるジズスタジオに添井さんと出会っちゃった。いや素晴らしいでしょ。これもまたね、一つのね、うん、縁ですからね。はい、いやいやいや、ラッキーでしたね。はい、そんなね、伊藤さんのこうね、いろんなこう最新の話などこの後またね聞いていきたいと思うんですけども、はい、ここでまたですねビデオを一つ見てもらおうと思うんですけども、この OBS ライブの名物ともいえるですね、基盤大好きっていうコーナーがあるんですけどすごいこれがですね、古い昔のゲームがいっぱい出てくるんですけど、うん、あの半端なく昔のゲームが出てきてですね、だいたい40年前とかですね、新しくても30年前みたいなのが出てくるんでですね、あのぜひともその辺楽しみにまた見ていただきたいなというふうに思います。それじゃあまたビデオの方見てもらおうと思いますよ。ビデオいけるかな。それじゃあ Q 振ってもらいましょうね、はい、せーの Q。
ホイールズ2だ。ホイールズ2は珍しいですよ。これ日本のねスピードレースのライセンスもの、アメリカのライセンスです。あ、スタートレックとザクソン、ルート16もありますね。パックマンプラス、普通のパックマンじゃなくてもうすでにパックマンの派生のものがこんなにいっぱいあるっていうね、その時点でちょっとおかしいですからね。あ、こっちは任天堂ゾーンだ。ドンキーコングとドンキーコングジュニア、スクランブルとスーパーコングラ、はあ、なかなかいいものを揃ってますね。ディフェンダーに、あ、スターウォーズがこんなに、このバトルゾーンの列列で並ぶっていうことはなかなかないんですけども、ちょっとちょっと何の工場なんだよここ。あ、グラビターの列ね。このただでさえ貴重なグラビターが4個、1個だけブラックウィドウが、いやーすごいね。お、デストラクションダービーですよ、これ XCD の。これデスレースのね後にこう問題になってちょっとこう変えたバージョンですよ。うわー、この奥が結構貴重なものがある部屋らしいですけど、うわーやばいやばい、もうここ、これ年代物のね相当いいやつが揃ってるもん。しかも綺麗、ひえー、おいおい、これピンボールエキスポ行かなくてもここで全て揃うじゃないかよ。はあ、隠してますねやはりこちらの人、いっぱいいろんないいものを持ってる持ってる。これねバンパー、これ初期のねボールを弾くようになった初期のゲームですよ。はあ、こんなものがこう普通にスッと置いてあるこの部屋って一体は、ガンゲームいっぱいありますね。しかもね日本で全然見ないタイプのガンゲームばっかり。へえ、こんなのあるんですね。これミッドウェイのシーレスキュー、これも見たことないです。なんかお土産品が置いてあるんだけど、あ、この辺すごい、あのねもう僕が歴史のピンボールの歴史の本でしか見たことのない、これあれですね、昔の本当に1940年代とか30年代後半の本当にまさにこうギャンブルに使われていた頃のピンボールですよ。うわー、でこの辺のね現行のバスケットボールとか、こっちもねすごい貴重ですよこれ。うわー、これね2人でこうねボールをあのバスケットに入れるんですよね。はは、かわいいロボがいますね。あ、綿菓子だ、綿菓子作るんだこれ。はは、この辺もねなかなかかわいらしいゲームが。お、このサイエンティフィック、ね、バッティングプラクティス。うわうわ、どうしよう、立ってられない。ここねもっといろんな人が来てたらもっとね盛り上がってる。僕一人でこんなの見てていいんだろうかっていう気になりますよ。あ、この辺もね昔のピンボール、まだもう当然フリッパーもない頃のピンボールですけど、それがねこんなちゃんとした形で残ってるとは。遊べますよまだまだ。この辺のねセレナーデってゲームも本当珍しいです、ウィリアムズの初期のゲーム。綺麗だもん。はあ、ここガンゲームもかなり充実してますね。こんなにまだ世の中にガンゲームがあったんだっていう。うわうわ、原稿です。原稿ね、あの昔だいぶ昔に潰れてしまったんで、もうすでに今残ってないんですよね。それがこんなにたくさんあるっていうこと自体がねありえない話なんですよね。だからね普通に我々がこう今まで見ていたものよりもここは一段レア度が高い。より一層
なんか真実に近づいてる感がありますよ、これ。このフライングターンズとかもね、綺麗ですもん、これ。あ、こっちの部屋もいっぱいだ、もう。もはやここ、入れない。すごい、もうここ、全部見て回ることすらできないっていう。ちょっと今回すごいびっくりしたのが、はい、スクエアエニックスさんの、はい、ザ・クワイエットマン、ああめっちゃ綺麗でしたよね、はい、っていうのがあって、はい、ちょうど今僕デトロイトプレイしてるんですけど、はいはい、もうこれ以上の CG は無理じゃないかと思ってやってるんですけど、はい、なんか軽々超えてたぐらいの、いやースクエニックスの技術すごいと思ってたら、ええ、実写らしいんです。え、これ実写なんですか？まだ触りしか見えてないんで分かんないですけど、全然楽しみですね。だってなんかこの作品は音楽が一切ないですよ。え、そうなんですか？効果音、じゃあもう環境音、はい、とワイエットマンというだけあって、うん、こう音楽を流さないようにします。なんであのなんて言いますか、僕らの仕事が全否定された感じですよね。いやいや、そんなことないです。そんなことないですよ。だってあれじゃないですか、この、この音場の設計とか、効果音とかはもうむしろより大切になるんですから、もうそのプロフェッショナルなのがいなかったら絶対できないんですよ。なので、ちょっと思うのは、その、はい、音楽を使わずにね、例えば映画でもそうですけど、心のその盛り上がりとか、主人公が何考えてるのかを、はい、例えば不安に思ってるとか音楽で表すわけですけど、それを何で代替するんだろうっていうのは興味があって、あれじゃないですか、はい、環境に紛れて、ええ、なんかこうどっかでこう楽しいシーンは、はい、パチンコ屋さんの軍艦マーチのとか、こう、環境に紛れるとか、はい、A バグですね、それクワイエットマンなんで。はい、ということで戻ってきましたね、うん、見てもらいました、基盤大好き、このね、謎のコレクター倉庫編のパート2ということで、このね、倉庫まだ続くん で、ね、次回のね、ビデオを楽しみに見てもらいたいと思うんですけど、うんうんうん、世界にはまだまだいっぱいいろんなものを持っている人がいるなっていう、すごい、すごい、うん、さあ、ということで引き続きスタジオではですね、伊藤かな子さんのゲストコーナーを続けますよ。はい、ありがとうございます。はい、続いております。さあ、ここではですね、近況とかですね、はい、告知とかをいろいろしてもらおうと思うんですけども、うん、はい、ありがとうございます。ジズスタジオの江端さんからも、うん、あのぜひ告知をしてくれという、うん、お願いをもらっていますんでですね、まずそちらをちょっと、はい、うん、やっていこうかなと思うんですけど、はい、なんとここね、と後ろにも出せるよう、ね、でもこれは見えないです、こうやんないと見えないですね。なんか映ってる、すごいすごい、あ、見えない、伊藤さんが見えなくなってますから、それだと。それはい、そうですね、はい、いやいや、そんな、そんな下から下から覗かなくても大丈夫です。アイズラジオっていうのが7月24日にあるということで、はいはい、そうなんですよ、これなんですか、停電少女と羽虫のオーケストラ、 っていう、この作品がありまして、はい、でこれのね、愛蔵版っていうのをクラウドファウンディングで作ることが決まっていて、ほうほう、ものすごい達成率で、これだってこの絵は何なのか、大丈夫ですか、上げて大丈夫ですか、こうすればいいのか、そんなにあの大丈夫です、見れ、大体見れてますから大丈夫です。そうなんですけど、その愛蔵版、私この作品には歌で参加してないんですけど、あの今回その愛蔵版の新しいストーリーのオープニングを担当することになったんですよ。
ほうだ、もともとこれすごい人気があるタイトルで、はい、それの、まあ、愛蔵版。愛蔵版っていうのはこう今まで出たお話を全部一個に集めましょうみたいな。これ相当集まったんでしょ、なんかクラウドファンディング。そう、確か 500%すごいね、達成とかいう感じで。すごい、うん、なんで噂になってるタイトルなんです。噂になってるへえ。そしてジズスタジオが音楽をね担当してきました。ジズさんもこれはすごい曲きますよ、がっつり、ね、二宮愛さんとジズスタジオが合体したから合図なんですけども、あ、そういうことなんだなるほど。そうで、合図ラジオっていうのはツイキャスで、はい、はい、生放送で割と月1ペースでやっていて、はいはいはい、で、あのそれの公開ツイキャス をこのなんか池袋のドラマカフェでやっちゃおうっていう企画なんですよ。これのコラボカフェをやる予定の場所ってことなんですね。そう、そこでやるんですよね。はで、あの私も歌いに行こうと思って、はいはいはい、あ、歌もそこで。毎回そのね、アイズラジオツイキャスではね、はい、行ける日は行ってで、はい、で磯江さんに演奏してもらって、はいはい、生歌披露とかしたりしてるんですよね。あ、これは、うん、でそれその日が7月24日っていうのが、ええ、確か火曜日なんですよ、はいはい、なんで、ええ、なんですけども、うん、この停電少女と羽虫のオーケストラの誕生日なんです。あ、なるほど、そういうことなんです。9周年なんです。9周年、そんなにやってるんだ。9年前に発表されたタイトルなんですよ、はあはあ。これはじゃあちょっと皆さんもチェックしてもらいたいなと思う、うん、はい、うん、それでこの停電少女シリーズでは、このクラウドファウンディング そのイベントの一つとして8月19日日曜日にこのライブを計画しています。はい、今それもね、なんかあるんですよ、発売中なんですよ、はい、はい、この羽虫のオーケストラ8月19日、はい、ライブイベント、銀座のね、マイハンブルハウス、マイハンブルハウスというね、すごくゴージャスなねお店があるんですけど、ゴージャスなんです、銀座のど真ん中にあるすごいゴージャス、まあ、これ検索してもらえれば、ね、多分出てくると思うんですけども、はい、そうですね、ジズバンドと、これすごいですよ、もうすごい人たちがいっぱい出ますよね。そうで、渡辺和彦さん、主人公の女の子のねむちゃんの、はい、役をやっている竹内純子さんも、はい、久しぶりに参加ということで、はい、で私あのこの作品のカバーをね、ええ、歌わせてもらったりとか最近して、ほうほう、なので、ええ、でこの渡辺和弘さんとこの3人で、はい、私の歌ってる曲じゃないのも、停電少女シリーズのカバーもね、またねさらにね歌わせてもらおうかな、おイベントが、これはまた楽しみですよ、そうとおりますので、それもちろんクラウドファンディングの支援してくれた人を対象だったんですけど、今一般発売もされておりますので、はい、じゃあ結構入る、結構入る感じでぜひチェックして欲しいなと思います、はい、よろしくお願いいたします。そしてね、この愛蔵版の新曲が、はいはい、私がオープニング でエンディングが竹内純子さん で、はい、で挿入歌が渡辺和弘さんなんですよ。渡辺和弘さんまたかっこいいですからね。この3曲が入ったマキシシングル、はい、今予約受付中さあこちらも言ってねって言われてたこちらもチェックしてください。こちらね、ジズスタジオ あの通販サイトで予約受付中で、そちらの方には、ね、伊藤かな子の、今年の2月に初めて作って発売した、はい、ライブ版なんかもね、そのジズのサイトに、ね、はい、ライブ会場とそのジズスタジオの通販を、ね、はいはい、買えたりとかするので、ちょっと覗きに行って見ていただけると嬉しいなと思います。ね、伊藤さんの曲いっぱいそちらで、ね、購入できますので、はいはい、ぜひともチェックしてもらいたいなと、はい、いうふうに思います。はい、はい、ね、あとは何かありますか？そうですね、あとはですね、まあ、ちょっとさっきお話にも出ました、シュタインズゲートゼロ、ゼロ、テレビアニメ放送中で、はいはい、こちらのね、オープニングのファティマ、はい、発売中ですので、こちらのね、3曲入っちゃってます。剣王朝の歌も入っちゃってますから、ね、ほんでね、あの始まりの歌っていう歌作ったらね、あのそのジズさんつながりでね、チェリーボーイズっていうね、すっごいエッチな映画のね劇中歌で使われたこれいつもあのシュタインズゲートの曲とか割と、まあ、あの伊藤さん歌われてますけども、はい、どんな感じでいつもこう曲ってあの、まあ、シュタインズゲートとかその科学アドベンチャーシリーズに関して言うと、その原案者である志倉千代丸が作詞作曲、はい、
のが多いんですけど、そうですよね、今回もその感じで、千代丸節ぶんぶん全開っていう感じです。これもう伊藤さんに歌ってもらうぞっていう感じでもう最初からもう作ってあって、うん、戦ってるんですけどね、戦ってるんですか、早い高い辛いっていう伊藤さんの限界に挑戦してくる曲がいっぱい来るってことなの。そうなんですよ、ね、もう BPM 高いみたいな早いすごいっていう感じです。あ、じゃあ結構それでこれでお願いっていうのがバーンと来て、うん、それに応えて歌っている感じなんですよ。千代丸氏ともね、もう10年近くになるので、ええ、出会ってから、はいはいはい、なので、もう素晴らしい曲をね、いっぱい書かれてて、はい、いいですよ。というかですね、あの前にもあの OBS にはあのアボさんっていう、はい、スタインズゲートの音楽作ってる方に来ていただいたりとかね、ものすごいお世話になってるんですね。そうでした、本当にいつもありがとうございます。本当にいつもありがとうございます。うん、ということなんでね、こちらもね、はい、ぜひともね、そうですね、チェックしてもらいたい、はい、あとはライブもね、あちこち顔出しますね。そうですよね、いろんなところでまたライブもある予定っていう、はい、7月は台湾も行きますし、名古屋、渋谷で、8月は、兄様の他にもね、カナダに行く予定があったりとか、はい、カナダ、あと大阪、大阪に行く予定もあったりとか、すごい、そう、今かなこウェブにね、あのライブページ作りましたんで、そちらをね、伊藤かなこさんの情報ページを見ていただければ、はい、いろんな情報、はい、で9月もね、あの長野のアニメのフェスにもね呼ばれましたので、おこちらも要チェックでどうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。全部よろしくお願いします。もうすごい量がね来てますよ。もう呼ばれたら全部行く精神で、はあとはね、やっぱりこの間あの札幌に一人ぼっちで歌いに行ったんですけど、はいはい、札幌に行ったらみんなね、島宮英子さんとかいっぱいいるから、はいはいはい、大丈夫なんですけど、行く全く一人ぼっちで行って歌って帰ってくるだけでっていう旅がね、初めてだったんですよ。先々週だったかな、はあはあ、6月に、ね、それは何ですか、ストアイベントみたいなやつ、ストア、そのフリーイベントと、その M3 で歌、英子さんと作ったアルバムのプロモーションのライブと、あと翌日に楽器屋さんであのコンサートをね、英子さんがセッティングしてくれて、はい、で楽器もあの ちょこっとだけ弾き語りしようと思って、そこに、そこで目が合っちゃったモーリスちゃんを借りてギターを借りて、ギターを借りて、はい、持ち曲歌ったりとか、うわ、かっこいい、カラオケも盛り混ぜつつ、かっこいいですね。そういう旅も楽しいなと思ったりしたので、あ、そういう自分で一人で行って、うん、そう、一人ぼっちの旅も悪くないなって思ったのではいはいはい、ね、それでこの過去2年間でオンリーシリーズライブっていうのも企画して、はいはい、今日は科学アドベンチャーの歌しか歌わないよとか、はいはいはい、アニメだけだよとか、美少女ゲームだけだよとか、はいはい、そういうのも面白い企画もしたらみんな喜んでくれたので、はいはい、これからもね、なんか伊藤かなこう主催のライブみたいなのがね、うん、ガンガンやっていこうかな、たとえ一人ぼっちでも出るかもしれない。でも東京だったらジズに手伝ってもらうけどね。いやいやいや、ジズさんもねバンドでね参加してますから、それもね、うんうん、そうなんです。いやすごい、すごい、なんかあちこち行って結構大変な生活を、もうなんなら毎週どっかで歌っていただいですから、あのちょっと聞きたかったらこう、その時間が空いてる日、休みの日とか休日はどんなことを過ごしてるかっていうの、うん、最近で晴れてね、ええ、ちょっと風が吹くとね、風が吹く、荒川の河川敷に行ってね、タコをあげています。タコタコすごい楽しいですよ、タコ揚げ。タコ揚げ、いや、ちっちゃい頃やった記憶が全くなくて、はあはあ、でこの正月にタコ揚げってどんなタコですか、あのテールカイトです、あのよく飛ぶっていうやつ、そうそう、あ、まだ売ってるんだ、あれ売ってたの近所のホームセンターに、あれを河原で揚げるっていうのはまだ この時代2018年に行われているんだっていうことに、いやいや、6歳の姪子がこの正月にやりたいっていうから、あ、一緒にタコ揚げにやったら、こう私がハマりましたよあれ結構上がって、こうおいおいおい、いっちゃういっちゃう、いや、なかなかね、奥深いんですよ、すごいですね、常に風が吹いている時じゃないと、そうですよね、マックス伸ばせないし、結構こう持ってかれそうになりますよね、強すぎても多分切れちゃうし、はいはい、暴れちゃうし、暴れる暴れる、うん、で風がなくなったら落ちちゃうしなかなか奥深いんですよ犬をね、チャリコのカゴに、あ、ワンちゃんも一緒に連れて行ってそしてタコをあげるという、
で 雨降ったら、うん、あの家で何かおすすめのアニメだったり、はい、ドラマだったりを一気見します。両方ですよ、インドア。あ、じゃあずっと何時間も見てる。一気見大好きなんですよ。一気見この間やっとね、プリズンブレイク見終わったところ。アメリカのドラマシリーズとかをもうガーッと見る。好きですよ。あれもキリがないですからね。シーズンが終わってまた次のシーズンみたいに来ますから。いや、あの続きものはね、あのロストとかも全巻持ってますけど。プリズンブレイク、そしてしかも去年ね、はいはい、続編が作られててビビるっていう。いやー、そうですよね。今見ようか見る毎回迷ってるみたいな。そうなんだ。アニメとかもおすすめのやつは、あの見ますね。この間見て感動したのは、はい、あの空よりも。あれも評判がめちゃくちゃ高いやつですよね。森友さんと会ったパーティーで、あ、ものすごい推してる人いましたからね。もうね、泣いたんだよって。泣きました。泣けるんだ、泣きました。泣きました。ザマミロー言ってやりました、一緒に。いや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 、これはもうね、おすすめなんで、ぜひとも皆さんも、ね、はい、見ていただきたいと思うんです。そんな暮らしを走っている、そんな暮らしをしているという。これかなりね、はい、いいいい伊藤さんの一面を見れたんじゃないかなと思うんですけども、ここでまた放送局からね、いくつかお知らせをしていきたいと思うんですけども、まずはですね、今日のプレゼントのおさらいからいきたいと思いますけども、はい、こちらですね、プレゼント、おにたま .tv/PR まで、アクセスしていただいて応募していただくと、2名の方にこちらの書き終わりました、ファティマね、こちらの伊藤さんのこの CD サイン入りで、はい、書きましたよ。いやいや、これまた写真がかっこいい感じですよね。もう、そう、時を司る悪魔天使っていう設定です。あ悪魔天使です。ね、こちらの CD をなんと2名の方にね、プレゼントしていますので、どしどし応募していただきたいなと思います。いやいや、そして、番組の方、来月も、引き続き7月、末頃に、放送予定ですので、見ていただければなと思います。そしてさっきね、予告がちょっと入ったんですけども、あのパックマンの生みの親である岩谷徹先生という方がいるんですけども、その方のインタビューとかもですね、出てくるんじゃないかなっていう大きなこう、ね、期待がありますので、そちらも皆さん、ね、楽しみに待っていてもらいたいなと思います、うん、そしてもう一つですね、放送局 OBS ライブからのお知らせとしてはですね、散々いろいろ告知して、あの伸び伸びになってはいるんですけども、インベーダーハウス2018っていうですね、イベント、こちらですね、OBS ライブによるイベントが8月18日に行うことがこれね決まりましたんで、こちらぜひともですね、あの開けておいてください。詳細はまた次回放送でお知らせします。スペースインベーダーというですね、40周年を迎えた40年前のゲームを記念して開かれるイベントということで。インベーダーゲームってことですか？インベーダーゲーム。スタートぐらいの感じ。12時スタートぐらいの予定で、あの自由に入って自由に出られるというイベントなので、あの夜は何時？夜は6時までの予定です。はい。なので、その日ちょっとで興味がある方はちょっと秋葉原周辺にちょっと来ていただけたらいいなと。普通のね、カフェでやってるイベントなんで、うん、そんなには人数入らないかもしれないんですけども、うん、ささやかなイベントを予定しておりますので、そちらも楽しみにしてもらいたいなというふうに思います。ということで、いろいろね、長らく見てもらいましたけどもね、最後にね、そろそろ番組終わりが近くなってきているんですけども、伊藤さんから何かこう言い忘れたこととか、ちょっと皆さんに、見てくださってる皆さんに一言言っときたいこととか、言っときたいこと、言っときたいこと、またよろしくねみたいな。そうですね、なんか今日はいろんな新しいこのハードが触れた、そこなんだ。なんかあなたの知らない世界がちょこっと覗けたりとかして、そうですね、面白かったので、またぜひ来たいなと思って。ぜひぜひもう来てください。またね、これで伊藤さん、うん、興味持った人は伊藤さんもね、うん、ラジオとかいろいろ番組やられてるんで、はい、そうですね、そちらのあちこち顔出してますんで、そちらの方にぜひ、街でも見かけたら、ぜひ、街でも、そんな、いやいや、結構だって有名人ですから、結構声かけられちゃって大変なんじゃないか。意外とその辺にいますね、こっそりね、
こっそり会ってくださいね。はい、ということで今日はですね、最後まで番組をお付き合いいただいてありがとうございました。また次回もね、見ていただけたらと思いますんで、次回まで楽しみにしておいてください。それではまた次回まで、さよなら。ありがとうございました。ありがとう。いや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 、無事終わってよかった。